イーディス・ロバーツはアメリカ合衆国の女優である。日本では大正時代にエディス・ロバーツと紹介された。出生名はイーディス・ジョゼフィン・ロバーツ。1899年9月17日、ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。20歳年上の姉、レオナ・ロバーツも女優で、イーディスは子供の頃からボードビルの舞台に上がっていた。1914年、 アメリカンフィルムマニファクチャリングカンパニーが制作した短編映画ザ・ロング・バーズに原作としてクレジットされる。1915年インディペンデント・ムービング・ピクチャーズに入社、同社が量産する短編映画に出演する。1916年ユニバーサル・フィルムマニファクチャリングカンパニーに移籍、同社参加のビクター・スタジオ、ネスター・スタジオが量産する短編映画に多く主演する。 特に1918年からは、エディ・ライオンスとリー・モーランのコンビが監督、主演する短編コメディが量産され、そのヒロインとして、レギュラー出演している。ユニバーサルの子会社、ブルーバード映画では、同年7月22日に公開された、トット・ブラウニング監督の、子・チゴトリに主演し、満18歳にして、一役スターとなる。以降、ライモーランの短編の合間に、 偽紫、密書を抱いて、気の向くままに、南部の娘、赤い酒と、翌1919年に同社が制作を辞めて、ユニバーサルに吸収される最後まで出演した。これらはすべて、日本でも公開されている。1922年、ユニバーサルを去り、セシル・ビー・デミル監督の、土曜日の夜以降は、各社に出演、多くは主演した。初期のトー,ーにも出演したが、 満30歳を迎える1929年、映画界から引退する。1935年8月20日、カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドで、夫、ハロルド・カーターとの間に生まれた長男のロバートを、出産した直後に、敗血症で死去した。満35歳を打つ。特筆以外すべて出演作である。ありがとうございます。